はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信、やっていきましょう。国際プロレス編ですね。ツーさんが通算、132回、1981年3月、スーパーファイトシリーズを第6回目ということで、ルーテーズ杯後半も引き続きやっております、ちなみに今回2大会やります。17日愛知県豊川市大会、18日滋賀県のど川町大会ということで、特にのど川町大会はルーテイズ杯がなんと5試合あるんですよね。 A ブロック2試合、 B ブロック3試合ということで、非常についに佳境に入ってきたっていうとこですね。ルーテイズ杯もそしてとなると東京12チャンネルのテレビ中継も、まあレギュラー放送も終わってくるわけですが、だんだんと崩壊に向かってくるってことですね。はい、ということで、いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please、はい、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after Premiere Live My YouTube channel チャンネルサブスクライブド and グッドボタン Please、そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX My account please follow and repost and good button please。 はい、ということで、まずは公式戦じゃないですね。こちらは鶴見五郎対レイキャンディ。レイキャンディは外国人エースということで、ここはレイキャンディがさすがに、勝利しております。レイキャンディ、レイキャンディあった。では行きましょう。鶴見五郎対レイキャンディのシングルマッチです。いいですね。
お、ブレーンバスター飛んでいく。おっと、さあビアハックで締め上げるネイキャンディバックドロップ、投げっぱなしですね。さらにデスバレーボーム、お、パンチ、ショッカー攻撃、ヘッドバット、カバーに行きます。あ、スリーカウント入った。これシーツとは逆に鶴見が勝利ですね。次行きましょう。ひねり式ベリートゥーベリー、あのレスリングがの技術がうまく働いた試合ということになります。さあ次です。ラッシャー木村とレッドデビルこと、ビルホワイトですね。こちらの試合になります。30分かな。行ってみましょう。ラッシャー木村対レッドデビルこと
ビル・ホワイトのシングルマッチです。レッグロック、乱入者が、ツーカウント、ツー、あと2.9。 2.9。 バックドロップ木村、おっと追撃いけない。10分経過です。おっと、おお、クラン、キッチンシンク、カバーに行く。 2.9。パンチ、パンチ、パンチ。
パイルドライバー刺激いけない、パート2。おっと投げるパワーがありますね、レッドデビル。ボディスラムカバーに行かない、引き倒しますね。さあこれでパンチダメージが結構深いはず。木村場外へ、カバーに行く、どうだ、スリーカウント入りました。苦しめられました、木村の貫禄勝ちでしたね。ランニングクロスチョップ、さあ次が、ルーテイズ杯です。寺西勇組、寺西勇対大山勝蔵です。ルーテイズレフェリーが、では、行きましょう。こちらルーテイズ杯予選 A ブロック、寺石サム対大山勝蔵、シーツでは寺石が勝っておりますがどうなりますか。試合開始です。パンチ、カットワン、レッグロックで締め上げます。比較的静かな展開と言っていいでしょ、いいんじゃないでしょうか。そしてドープキック、
ロブレイク。ハーフボストン。カート2。これは永田ロック3ですね。バックドロップ大井山。日本人同士は激しい戦い。カバー肉 2.9。大山もう一回カバー 2.9 返します。なかなか熱い戦いになっている寺石と大山勝蔵。おっと丸め込んだ寺石 2.9。 11分を経過しております。おドープキック。さあぜひアカウントフォローしていただければと思います。エルボーです。そしておっとサイドバスターだ。ジャーマン綺麗に決まった。決まったか。スリーカウント。これは豪快、華麗に決まりました。寺石勇ジャーマンスープレックスホールド鮮やかに決めました。さあ続きましてはルーテーズ杯B ブロ予選 V ブロック、外国人同士の戦いですね。エルコバルで対ルーク・グラハム。シーツではコバルデが勝利しております。さあ行きましょう。ルーテーズ杯予選 B ブロック、エルコバルデ対ルーク・グラハムの、公式戦です。
2.9 ワルデがマスクマン、ルーク・グラハム、赤と黒のタイツ、パイルドライバー、カバーに行きます。 2.9 おお、これはチョークが入ってますね。おっと、また反則、10分経過です。3カウント、ルーク・グラハムがコバルデを破りましたね。これもシーツと反対の結果になったってことか。ジャンピングパイルドライバーってことですね。コバルデ？あれ？コバルデじゃん。さあ、この日のメインは公式戦じゃないタッグマッチでした。アニマル浜口、マイティ井上対マイクボイエッティエローデスですね。
はい、では行きましょう。アニマル浜口マイティ井上対マイコボイエッティエローデスのタッグマッチです。乱入者か。攻めてますね。コブラツイストです。エローです。
おっと、またコブラツイスト。だがこれは権利がない、ボイエティにタッチしてますからね。おっと、おー、クラフォーマースタンピード、カバーに入る。さあ助けに行かないと、カウント2、ボディースラム、浜口タッチです。飛ぶね、おっと、ぶつかってタックル、ラリアットは不発、フードキングヘッドロック、エルボーから足4の字だ、止めに入る。おお、サイドスープレックスですね、井上。バックフリップ。カバーに入る。井上がホースルがカウント2で返す。ボイエティ。エロデスイタッチ。さあ、2プラトンのパワーボム。あと、先頭オンだ。エロデス。ドロップキック。その場飛びドロップキック。井上タッチ。さあ、お互いやっぱり、スムーズなタッチワークを見せるので、なかなかダメージが軽減されますね。ヒットバット。バックドロップエロです。あと先に立ち上がった井上、逆に井上のバックドロップ、さあバックだが巻き投げで返す。さあボイエティにタッチ、ドロップキック、さあコーナーポストに上げて井上を、これは鮮やかに決まりました。ブレーンバスターエルボー一発、浜口タッチ、おっとネックブリカードロップ、これは鮮やかに決まった。おっとジャンピングネックブリカードロップです。さあ有効だ。おっと浜口が打ち勝っている。そしてパワーボム、ボイエティだが、これは井上がナイスカット。ん、何やってんだ、関節技か。権利は浜口とボイエティでいいですよね。さあエロデスイタッチ、2プラトン攻撃、場所が危ないぞ浜口。サイドマスター、ブードッキングヒットロック、エローです、カットです。さすがにこれは場所が悪かった。もうちょっとやっぱり味方の方に寄せなければなりません。タックル、蹴りで浜口にちょっと狙いを定めたか。井上タッチ、さあもう23分を経過しております。長時間の試合になってますね。 おっと井上がバックドロップだが、おっとなんだこれ、両者がダウン、ぶつかってしまった、交通事故。おっとクロス、ランニングクロスショップ、カバーに入るが、これはボイエッティがカットですね。おっと
スプラトンのバックドロップ、ブルドキングヘッドロック、さあ締め付ける、ちょっと浜口遅い、 2.9 なんとか井上返す、サイドスープレックス井上巻き投げで返す、25分を経過しております。さらにバックドロップエローです。今度は井上が集中砲火を浴びている、ダメージは深い、浜口タッチ、うまく逃げます。このタッチワークがタックマッチ重要になってきます。さあこの上がらない、お、出た、さあ結果はどうなるんでしょうか、エルボー、エロです、イタチ、お、あ、ブルドキングヘッドロック、さあ井上が、井上これはいい判断、すかさず出ていきました、危なかった、そうでなければ危なかったかも、そしてあっとバックドープは決められない、おっとバックリップ井の浜口、おっとこれはなんだ、さあ井上が出てくるが、あっと間に合わない、関節技でエローデスの関節技で決まりましたね、ラエスカエスカレーラ、まあジャベースね、いわゆるメキシカン、昔でいうメキシカンストレッチ、この技にあの浜口沈みました。さあ続いては、3月18日滋賀県能登川町の試合となります。高杉正彦と Mr.Chin ってここをしサイドか、15分ですねこの試合は。では行きましょう、高杉正彦対ミスターチンのシングルマッチです。
さん比較的真面目に、レスリングやってますかね、このミスターチームは。旧日プロ時代なんでしょうか。おっと飛ぶ、カバーに入る。カウント2。おっと、あっさり3カウント。高杉が勝利しました。ストマッククラッシャーですね。次の試合から公式戦かな、ルーテイズ杯予選 A ブロック、大山活動対エローです。大山活動も、翌日のごぼうし大会で現役最後となります。まあ限定復帰はしてるんです、したことはあるんですが、それを除けば最後ということで、まあ生活できるかってとこですよね、プロレスで。そこがまあ難しいところで、20分ですね、ルーテイズ杯は。では行きましょう、ルーテイズ杯予選 A ブロック、大山活動対エローです。シーツではエローですが勝利しております。能登川町大会です。
さあ、足をしごく。エローです。ショルダースルーです。おっと、戦闘音だ。さあ、大井山不利ですが、ヘッドバット。この日はですね、ルーテイズ杯がなんと5試合もあります。びっくりですね。こうし、もう本当に山場ですね。19日が最後で、あんまり公式戦がない。ですよね。なんか公式戦がガタ減りしてしまいます。 A ブロックは全部公式戦終わっちゃいますかね、翌日のごぼうし大会で。パイルドライバース。ヘッドバット。カバーに入る。大山決まったか。2.9。ロープに振ってヒップアタック。大山ブレンバスター上がらない。リバースへ返す。エローです。投げまして、どうする。ジャーマン投げっぱなし。 UK っぽい。投げまして
ヒットバット、連打、カバーに入る。どうだ？スリーカウント。大山が、シーツと反対で、大山がエローデスを破りました。続き連打ですね。はい、続いてルーク・グラハムとレッド・デビル、外国人同士の戦いとなりますね。ルーク・グラハム、ルーク・グラハムあった。それからレッド・デビルはビル・ホワイトですね。はい、では行きましょう。ルーク・グラハム対ビル・ホワイト、ルーテイズ杯予選 B ブロックです。音が大きかったら小さくしました。ネックハンギングツリーですね。ルーク・グラハムパンチを打つ。荒っぽい。まあ、シーツでもグラハム勝利しております。今のところグラハムペースには見えます。さあ、後ろからこれはいけません。前蹴りを打つ。さあ、この後はですね、 A ブロック、マイキー井上と寺西勇の予選ということで、かなり大一番ですね。その次がラッシャー木村とマッハ隼人ということで、これも楽しみですね。なかなか見られないカードですからね。井上と寺西はあるんだけど、木村とマッハ隼人は結構珍しい。楽しみです。そしてメインはアニマル浜口とレイキャンディ予選 B ブロックですね。外国人エースキャンディは負けられない。浜口の意地がどこまで届くか。さあ、またあれ、荒っぽいですね、グラハムも。さあ、レッドデビル、ビル・ホワイト振って、キチシンク、ラリアット、ヘッドバット。ほんとゴツゴツしたプロレスやりますね、ルーク・グラハム。
パンチ。逆に振り返す。ヘッドバット。おっと、マハッタンドロップ。パンチを打つ。ヘッドバットだ。ブレーンバスター返す。さあ11分を経過しております。パンチパンチパンチ。ブリーカードロップ。カバーに入る。カード2。レッドデビルのカバーに対してルークガハを返します。ボディスラム、レッグロックです。さあこれは、これ案外これで決まることありますからね。サイドバスター、自信。返すが。おっと、これはフォーク攻撃。レッドデビルか。違う、別作攻撃。カウントが結構進んでますよ。危ない、危ないですね。ルーク・グラハムヘッドバット。さあレッドデビルからおびただしい出血が。おっと、急所攻撃。ここでレッドデビル、今度はグラハムのパンチ、パンチ攻撃。カバーに入るグラハム。どうだ、スリーカウント。ルーク・グラハムが、レッドデビルビル・ホワイトをスリーカウントで打ち破りました。これシーツ通りですね。アメリカンパンチラッシュ。さあ、いよいよルーテイズハイ大一番、マイティ井上と寺西勇。どちらもにとっても負けられない一戦ですね。多分勝った方が、あーでも寺西も勝ち残ってるからそんなことはないか。19日、寺西はもう勝ち抜きが決まっててかな。で井上はなんかずっと勝ち上がらない、勝ち抜かないとダメっていうような感じなのかな。はい、ということで、非常に楽しみな一戦となります。さあ技と技との攻防が見られるか、ルーテイズ杯予選 A ブロック、マイティ井上対寺西勇の公式戦です。
パークドロップ、キャメルクラッチ、寺西、森井スラム、そしておっとダイビング2位は井上カース、パンチ、ドブキック、鮮やか、おお、ボストンクラブ、技の応酬がもうこの時点で繰り広げられています。グランドヘッドロック、バークドロップ、大技が決まりました。寺西2発目は食らわないと、フライングメイヤー、ネックブリーカードロップ、おっと潰した、カウント2、おお避ける、逆に、おー井上これも避ける、攻防がカウント2、あそして長トロック3、丸め込む寺西、よくやってます寺西、再び長トロック3、ダメージを井上のダメージ蓄積させていきますね。さらにおっと、ソマックブロー、ドロップキック、さあ手足構成、さらに三角、結構ダメージが深いぞ井上、ちょっと技を食らいすぎな感じがある。さらにドロップキック、倒して足4の字だ、これはいけません、丸め込む 2.9、 危うし井上、おっと今度はスピングトーホールド、井上はキャメルクラッチで手足が攻める、井上の疲れが目立ちます。モンキーフリップ、寺石優勢、ジャーマン、さあどうだ返せるか、無理だ、このゲームの寺石強いな、井上あっさりとやられてしまいました。寺石強いな、これからちょっと一方的でしたね。さあまた日本人同士を戦い、移植、しかも移植、これ移植対決なのですごい面白そうです。これだけ 100% でやってみるか、行ってみましょう。ルーテイズ杯予選 B ブロック、ラッシャー木村対マッハ隼人、シーツではもちろん木村が勝利していますが、このゲームではどうなるか、試合開始です。
力比べ、ルチャの技は得意としているマッハ隼人ですが、まだそういう空中殺法は当然のごとく見せておりません。で、相手に付き合ってるって感じしますね、マッハ隼人。今のところ木村ペースかな。要点攻められてないですからね。おっと、ここで釣り天井ロメロスペシャルだが、ロープブレイクです。ブレーンバスター、大技が決まりました。木村逆水平からバックドロップ、これも鮮やか、木村優勢。チョップ、さあ何かちょっとやっぱり関節とかでダメージ与えたいところ、ハーフボストンですね、マッハ隼人。おっと、今度は木村がボストンクラブ、お2位を打ちます。マッハエルボーボディスラム、ジャンピングパイルドライバー、ラリアット、ラッシングラリアット。おっとこれはストレッチに行こう、風落としからストレッチですね。パンチを打つ、ちょっとマッハ反撃出たか。お、2ドロップ、またジャンピングパイルドライバーでダメージを与えていく。そしてこれはダブルチョップを行こうとするが避けます。今度は決まった、カバーに行く。 2.9追い詰めます、ラッシャー木村。さあマッハ隼人、ここは深追いしません、ダメージを回復に注ぎます。木村も場外でちょっと肩で息をしている。ロープか、帰らないですね両者。ブレーンバスター、こういうとこ差があるよな、ボディスラム。さあ足から、おっと、同時目スリーパー、これはロープレイクじゃない、ダメージ与えていく、まあ、まだ足りないですよね。ブレーンバスター大技、マッハ隼人決まりました。おっと、しかしサイドバスターですね、今度はラッシャー木村、ちょっと追撃いけないラッシャー、ラッシングラリアット。そしてこれはメキシカンストレッチだ、まあ、まだそんなに食らってないですからね、避けられた。サイドクラッチ 2.9、 まもなく10分を経過、やや木村ペースといったところでしょうか。ただ木村の疲れも大きいんでわからないですね。これはロープブレイク、2アタック2ドロップです。そしてブレーンバスター、ロープからダブルチョップ決まりました。
ヘッドバットですね。ボディスラム、スリーパーに入ります。これでスタミナを奪っていく作戦か。さあお互い何で決めようとするのか。ドロップキック、串刺しドロップキックですね。さあ後ろから倒して、おっと同時目スリーパーだ。さあどうだ木村、耐えられるか。回り込む、カウント2。まだちょっと木村に余裕あるかな。ボディスラム、そしてスリーパーです。さあここ木村、木村を苦しくなってきた。ネックブリーカードープ、大技決まったがここでカバーに行けない。木村も苦しい。今度はブレーンバスターです。さあポーズを張る、どうするんだ。お、ファイヤーマンズキャリーで返す。さあそのままフォールに行く、カウント2。いい試合ですね。おっとカーズ落としからメキシカンストレッチだ。さあ耐えられるか木村。レフリールーテイズ、エルボーを打つ。そしてハーフボストンです。今度は関節地獄、やっぱこれですね。ボディスラム、おこれはサソリだ。さあ木村結構苦しいがまだ耐えます。ラリアット、さあカバーに行く、スリーカウント。関節地獄に苦しみながらも最後は、ラッシングラリアットで木村が貫禄勝ちを見せました。でもマッハ隼人もかかりは遅かったものを途中からすごく技をかけて有利になってるシーンもありましたね。まあ木村の攻め疲れを狙ったような感じですね。なので結構関節地獄に苦しんだんですが、ここは木村が息を吹き返してラッシング、得意のラッシングラリアットで決めました。さあこの試合最後ですね。アニマル浜口とレイキャンディーですね。外国人、さて、
いきましょう。アニマル浜口対レイキャンディ ルーテイズ杯予選 B ブロックです。本日最後の試合ですね。スラム。さあこちらですね、シーツでは、レイキャンディが勝利しております。エルボー、マハッタンドオープン、チンクラッシャーですね。カウントワン。カウントワン。さあ、コメントなども大歓迎です。チャンネル登録、スイッチのチャンネル登録、 YouTube のチャンネル登録、X のフォローなどよろしくお願いいたします。さあ5分を経過しております。お、エルボー、バックリープ。オクラはスタンピートじゃないわ。ブルドッキングヘッドロック。ラリアット。ラリアットじゃない。ネックブリカードロップ、ジャンピングの 2.9。 大技炸裂です。さあ崩れ落ちる浜口、スタミナ的に難があるのか。エルボー、うん、じゃない。またもブルドッキングヘッドロック。おっと、ネックブリーカードロップ。これは、有効だ。サイドバスター。ストッピングからエルボー。ヘッドバット。バック、いや、違うな。バックドロップ。ラリアット。そしてブレーンバスター、バックドロップ。おっと、ここレイキャンディがスパートに入るか。キャリオーツ、バックリープ。10分を経過して技の掛け合いになってきました。カバーに入る。さあこれは 2.9 惜しい。今度はジャンピングパイルドライバー、カバーにはいかず、ドロップキック。浜口攻勢。ちょっと疲れが見えるか。でもブルドッキングヘッドロック、すべて返していきます。さあコーナーポストからダイビングエルボー、決まりました。カバーに行く、いや行かない。お、
持ち上げまして投げ捨てて浜口たまず場外へ、場外戦に移ります。ボディスラムバックリップです。浜口さあ両者戻ってきました。気合だと言ってますね。ドロップキック、さあもう気合、奮い立たせるプレーが目立ちます。ジャンピングネックブリーカードロップ、カバーに行けない、ヘッドバット、さあロープに振って、おこれはうまい、水車落としみたいな感じですね。フロントスープレックスかな、エルボーカバーに入る、 2.9 危うしい。浜口ボディスラム、さあ今度は泣いてジャンピング、なんだこれ、アタック、ボディアタックかな。さあバックからヘッドバット、サイドバスターレイキャンディ、攻勢に入ります。そしてバックエルボー、15分を経過、技と技の出し合いだ。おバックリップ、レイキャンディ場外へ、さあ追っかけていかないですね浜口。ここはバックドロップ、レイキャンディカバーに行く、行かないな、もう一回、あーとこれはエルボーで返す。浜口エルボードロップ、そして逆にレイキャンディがエルボー、エルボーで、エルボーの打ち合いになってますね。おっとジャンピングネックウィーカードロップ、カバーに行く、これ決まったかもね。スリーカウントです。鮮やかに、大技ジャンピングネックブリーカードロップが決まりまして、カバーした浜口が3カウントをレイキャンディーから奪いました。浜口が勝利です。はい、ということで、この2日間の17日18日の公式戦はこれで終わりか。グラハム、なんか、あ、ルークグラハムじゃない、あとはちょっとオリジナルレスラーと やらせてみましょう。本日はエローデスです。投げる、アームロック、いい、戦闘音だ、
を潰す。逆に前からフノドネクロクイ取るな。お、今度はシアユリが何度でも対応できますね。ま、投げも見せるのか、エローです。ドラゴンスクリューだ。コブラ、さあネクロック、ブレーンバスター、大技。さあハーフボッソンです。お、腕を攻撃。お、今度はコブラツイスト。足を振ってゲドークラッチ、カウントワン。まあまだまだですね。テイクドロップキック決まって、足を攻める、足を徹底して攻める、動きを止める技を白百合見せてきます。お、今度は腕も攻めますね。腕と足をちょっと動かなくさせるっていうような技を見せます。さあ今度はエルボーです。エローです。お、まただハーフボストン。バックドロップ突き刺す。逆に試合よりこういう垂直落下系は弱い。腕を取る。サイドクラッチ、カウントワン。ちょっと試合起きてられないんで、こういう風に食らってしまいます。細かい技を応酬。おっとボディアタック、これもつらい。体格差ありますからね。崩れ落ちる試合よりエルボー、赤かエローです。強いバックドロップ。おっとすぐに起き上がってドラスクをかける。今度はラリアットカバーにはいかず、おお抵抗する。そして肩固めだ、腹固めかな。おっとこれです。やばいな、ちょっとセンシティブだな。おっと今度はグラップラーフェイスロックですね。バックドロップ突き刺す。カバーにはいかない。ドープキック、ダブルをドープキック、相打ち。おっとまたも腹固め。これで動きを落としかかるっていうのが定番です。ちょっと腕が下がってきましたね、エローです。もうここを攻められると辛いかも。おっとオクラブルドキングヘッドロック、カバーに行く。 2.9 危ない。さあ腕を攻める。これで決まってしまうケースもありますからね。おっとゲドークラッチ、3カウント、一撃の逆転打ですね。必殺ゲドークラッチエドーですが、シラユリに敗れ、シラユリ空に敗れました。さあ
今度はじゃあケレンミ内容だったらどうなる？スタートです。ケレミナイはとにかくケレミナイなんでゴツゴツした技の応酬が期待できますね。チョップですね。逆水平。おっ。なんかさっきと違う、もう正面からの技っていう感じです。おっと、首四の字。ボディースラム。またを首四の字。ここは比較的静かな戦いか。パンチチョップを打つ。逆水平。さあケレミ場外へ行ってしまう。すぐ戻ってきます。逆水平みじん切りチョップ連打。ラリアットラリアット狙ってますね。乱発しますね。全くも首4の字エローです。2クラッシュ、2アタック。おっと、これはテキサスクローバーホールドですね。ラリアット読まれてるな。コブラツイスト、ボディースタム、またコブラツイスト、バッカーだが巻き投げで返す、もう蹴りで返す、一進一退の攻防です。ヘッドバット、これですよ。ゴツゴツ体のどの部分を使って、珍しいね、逆さ抑え込みやるんだ。さあコブラです。得意のコブラパンチ、コーナーポストからダイビングセントーン、これは鮮やか。カバーに入る。カウント2、巻き投げからもう一回ダイビングセントーン、カバーに行く。カウント2、サイドバスターです。チョップチョップ、チョップの連打。今度はパワーボブ。おっと、コーナーポストに投げつけた。ダイビングヘッドスタンプ、ラリアット、体を浴びせるラリアット。そしてサッカーボールキックじゃないわ、あれだ、田中将人のあれ、ヘッドバット。どうする、上がらない。おっと、関節耐えられるか。ケレンミ、これが唐突に出てきますからね。ボディ、いや前にな、落とす。2アタック、おっと、これですね、岩石落としみたいな、本当の意味の岩石落とし。ん、おっと、
そう、垂直落下ブレーンバスターですね。上がらない、エルボーで返してラリアット即速い。あ、先頭コーナーポストからダイビング2位でしたね。逆水平、お、今度は、ま、落とす。お、関節だ。どうだ、ケレミ耐えられるか。ここが耐えた。ちょっとエロデスを疲れがショルダースルー。今度はラリアットだ。あ、上がらない、エルボで返す。さ、両者疲れております。上がらない、エロデスがリバースへ返す。さあ、呼吸を整えるケレンミ持ってきました。あ、両者ダウン。エルボーです。ジャーマン投げっぱなし、サイドバスター技の掛け合いだ。あ、バックドープ。今度はブレーン、あ、対空時間の長いブレーンバスターエローです。場外へ、お、追っかけていきますね。エローですが、いや、ケレミが勝った。ラリアット、エローです。戻っていく、バックドロップ。上がらない、ラリアットかな、ラリアットです。浴びせ倒しをラリアット。今度はダイビング戦闘カバーに行く。 2.9、 お、フードキングエトロック、カバーに入る。 2.9、 すごい攻防だな。投げましてラリアット、さらにヒップアタック。今度はケレミがブレーンバスター上げて前へ落とす。ラリアット、さあ今度は浴びせ倒し、ラリアット前に落とす。さあ20分戦い抜きましたね、両者。非常に熱戦となったと思います。85% 意外と高くないな、評価。このカラオケの評価もそうですけど、よくわからないですね、この試合評価は。なおですね、リーグ戦2カウントイリミネーションを深夜にやっております。ぜひやってる時があれば見てください。他 A 列車で行こう9とか、シティーズスカイライン、ファミコンウォーズ、モータロー電鉄なども深夜に種流しでやってますので、ぜひ見ていただければ嬉しく思います。はい、ということで今回ファイプロの国際プロレスシリーズ、お届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。次回19日和歌山県御坊市体育館、21日埼玉県越谷市
大会と、越谷市体育館ですね、大会と、行う予定です。でこれが終わるとあと3日東北シリーズですね。なのであと3回かな。今回、まあ、スーパーファイトシーズン6回目ですが8回か9回で終了となります。そして、まあ、東京12チャンネルレギュラー放送を国際プロレスは失うということになります。いよいよあのラオスが近づいてきたっていう感じはしますね、もう少しっていう感じです。ということで、今回配信はツイッチで行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。 アーカイブを YouTube にアップロード予定です。 YouTube の、アーカイブは14日2日後21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネルプレミアライブ my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをアクセスしていただきまして、フォロー、ポストのいいね、リポストぜひお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズ、アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編をお届けいたしました。ゲーム動画でいこうでした。ご視聴いただきありがとうございました。